皆さんこんにちは、黒猫魔術店の魔女のみつねこです。いつもご視聴ありがとうございます。今宵はワルプルギスの夜、4月30日です。明日がベルテーンの、サバトということで、今日、サバトを行っていきたいと思います。この画面では YouTube、全体像を映しておりますが、祭壇の様子、ここからだと光ってよく見えないんですけど、祭壇の様子はインスタライブの方でズームでアップでご覧いただくことができますので、祭壇の様子気になる方はインスタライブご覧ください。あとでまたアナウンスしますね。皆さんこちらでは祭壇の様子になってます。インスタライブの皆さんこんにちは。儀式を始める前にですね、お香とか焚いていきたいと思います。ちょっと一本だけすごく曲がったキャンドルがあるんですけど、気にしないでください。もったいないので使ってます。夏の熱で溶けたキャンドルです。ぐにゃーって、今日は4月30日、ワルプルギスの夜、そして明日5月1日、5月祭ベルテーンということでセットで行われます。で、ベルテーンはですね、繁栄とか成長とか、生き物の成長とか、あと生き物の繁殖、交わりということを象徴しています。なので今お香を焚いてるんですけど、このお香も暗くて見えない。ベルテンのお香はすごく甘いお香になっています。こっちの方に供物があるんですけど、今回はカスタードクリームパンと、あとはアーモンドクッキーですかね、お供えしております。YouTube のライブの方では全体が見えますので、そちらもご参考されてみてください。全体見たい方は YouTube でね。ということで YouTube ライブお集まりいただきありがとうございます。ベルテーンのサバトを今からやっていきたいと思います。今ベルテーンのお香を焚いて、あとはベルテーンの、オイルを焚いたところです。で、今日は、生き物の繁栄繁殖とか、そういう交わりとか成長とか、そういうものを祝うお祝いですので、そういう願い、拡大したいとか成長したいとか、そういう願いをこう思い浮かべて、あ、こんな雰囲気でやるんだなっていうところが、分かってもらえると嬉しいなと思います。参加は無料です。で、応援してくださる方はぜひスーパーチャットもよろしくお願いします。今後の活動に生かしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今回は、カスタードクリームパンと、
アーモンドクッキー、アーモンドチョコクッキー が供物になっております。祭壇の、アップした、近くで捉えているカメラがインスタライブの方からご覧いただくことができますので、もし気になる方はそちらもご覧いただくといいかもしれません。瞑想とかもししたい方は、ちょっと無音で申し訳ないんですけれども、祭壇のアップの方が瞑想とかできるかもしれませんので、ぜひ活用してみてください。よし、じゃあ始めましょう。始めます。始める前にちょっと伸びてますけどね。始めます。
性輝き、物質上に複合性輝ける。地に立ち、魔法園を構築する。我らは謙遜の念を持って縁の内に入らん。万能の神も同じく縁に来たりたまえ。永遠の幸福、神の友、あふれる慈愛、永遠なる霊、完全なる喜びを持って来たれり。可し不可しにかかわらず、あらゆる邪悪なるもの、ことに我が作業に敵対する悪霊はこの場より一切浄化される。混乱と争いを追放する縁は交われ、愛の天使たちによって祝福される。我らの頭上で六条に光り輝き、広がりたまえ。うう主よ、意図聖なる名よ、我らの信仰と対話を祝福したまえ。うう主よ、我らの神聖な儀式と集いを見守りたまえ。永遠に祝福を、聖なるお方よ。アーメン。東の門番に命ずる、吹きすさぶ風の道からに降りて、我は東の門を開かん。南の門番に命ずる、燃え盛る炎の道からに寄りて、我は南の門を開かん。
西の門番に命ずる。止めどなく流れる水の道からによりて、我は西の門を開かん。北の門番に命ずる。大地に根付く土の道からによりて、我は北の門を開かん。次第に酔わす精霊たちよ、門を守りたまえ。我らの対話と儀式を見守りたまえ。不死不死の我らの隣人よ、今しばらく門番として門を守りたまえ。我らの主よ、あなたの名は地にあまねく、いかに尊いことでしょう。あなたに栄光は天の上にあり、緑ごと血のみごとの口によって褒めたたえられています。あなたは敵と恨みを晴らす者とを鎮めるため、仇に備えて砦を設けられました。私はあなたの指の技なる天を見る。あなたが設けられた月と星とを見て思います。人は何者なのでこれを御心に止められるのですか。その子は何者なのでこれを顧みられるのですか。ただ少しく人を神よりも低く作って、栄えと誉れとを被らせ、これに似ての技を納めさせ、よろずの者をその足の下に置かれました。すべての羊と牛、また野の獣、空の鳥と海の馬、お道を通う者までも、主、我らの主よ、あなたの名は地にあまねく、いかに尊いことでしょう。
人神の皆において我三つ猫は神々の縁のうちで性別される。力が取り巻く縁に我らは立つ。この縁へ来たれに女神と尾神よ、全の永遠の力、月の支配者ディアーナ、命が生まれ、捧げられ、我らは生きることができる。この学の時に、我らが間に合え、偉大な自然と共にある我らを祝福ください。Thank you.
新緑の季節が来た。我らは森の中で出会いを果たそう。我らのベルテーンの叫びを聞き入れたまえ。女神と我が身の魅力あふれる香りで生きとし生ける者たちはうっとり愛を育む。森の木漏れ日の中で恋の季節を楽しむ。5月の上と森の狩人は夢中になって愛し合う。彼らの子である我らの動物たちはパートナーとつがい、植物は急成長する。我らは共に喜び、お二人の幸せを受け愛を育み生きる。愛は法なり、自然の力で我らは種族を残していく。ベルテーンにて闇は終わり、ワルプルギスの夜の松明を燃やせ。我らは歓迎しよう。夜の女神と拝んで、香り高きこの一夜、柱を立てて踊れ。回れ、糸を織って一つに交わるように。糸を織って一つに、交わって一つに。五月祭の変わり身の光よ、熱よ、すべての命に熱を与えよ。我らを高め、胸の内で燃えたぎる愛情となる。ハーブの力を得て、ますます繁栄の意志を明確にせよ。地をくべて女神に祝福を。フォークをくべて女神に祝福を。ノーワンは
魔法の命を与え、ミロは魔力で死をことほぐ、ホーソンは隣の妖精たちに知恵をもたらすヘーゼル、愛をもたらすアップル、喜びをもたらすパイン、パーは復活と不滅、母なる女神よ、父なる女神よ、森の季節の婚姻を祝したこの贈り物を受け取ってください。そして愛の高ぶりと幸せを我らにもたらしてください。貴婦人と君主が結婚したことで豊かな大地とならんこと、新たな命が芽吹き、汚れのない風が吹くことを太古の神々と祝おう。これで、ベルテーンの儀までは終わりました。この後に本来であればケーキとワインの儀で一緒に女神と女神と一緒に食事をする中音祭という供物の捧げ方があるんですけれども、それを行います。でその後に先ほど冒頭で魔法園を開いたので、一番最後に魔法園を退去させて終わるというところまでが一連の儀式にはなるんですけれども、私がここで食べ物を食べてしまうと話が間が持たないということで、生放送としてはここまでということになります。ワルプルギスの夜はいろんな説がありまして、ドイツのブロッケン山に魔女たちが集まってどんちゃん騒ぎをすると言われておりますけれども、
ほうきに乗ってあひゃひゃするのは、魔女の飛行難航というですね、猛毒の猛毒でちょっと薬薬物的なものが調合されていて、こうハイテンションになって騒ぐという、一晩中騒ぐというところから、本番は5月1日のベルテンなんですが、その前日から前夜祭として、はしゃぐ魔女たちが多かったということで、この4月30日の夜にベルテンが行われます。なので皆さんももし今日このあとやってもいいし、5月1日にやってもいいし、あとはその、まあ、薬物は日本では使用できないので、まあ、魔術的にも私は薬物使用してのハイテンションはちょっと意図が異なるから、おすすめというか絶対ダメなんですが、瞑想とかですね、瞑想とか、あとはマジカルオイルやお香など香りのものを使っての、ひらめき、インスピレーションを得る魔術であったりとか、いろいろできると思います。そういう時期に当てるのはいかがでしょうか、はい、で、今回のベルテーンの、意図するところは、女神と女神の交わりによって新たな命が生まれる、子孫繁栄のことであったり、あとは成長する生き物の繁殖、成長することです。で、私も今ちょっとインスタの人は見えなくて申し訳ないんですが、今肩にからかけてるこれは私が編んだものなんですけれども、例えば機織りとか、編み物とか、なんか縦糸と横糸が交わるようなもの、あとは刺繍のように布に刺していく刺し子のようなものなど使って交わりを擬似的にウィッチクラフトすることもできます。そういうもので今宵過ごしてみるのもいいんではないでしょうか、うん、はい。今回はここまでなんですけれども、次のサバトはリーザのサバトです。リーザのサバトは別名ミッドサマーと言います。映画で有名になったと思うんですけど、ミッドサマー夏至のサバトになります、はい、ただ夏至は1年で一番魔力が高いので、いろんな魔術、サバト終わった後にいろんな魔術をすることができて、毎年そういう風にやるし、あと特定のハーブはそのリーザの日に摘むと効果が高まると言われています。なのでハーブを育てている人はリーザーに収穫できるようにしておくのもいいと思います。ただ夏至は今年の夏至は6月21日ですが、今年の夏至はとてもホロスコープで見るとですね、えぐかったんですよ、うん、えぐかったので、まあ、それは後でノートの有料記事の方に書かせていただきますけれども、多分その時期いろんなことが起こってくるかとは思いますが、大変になるかもしれないんですが、でもやっぱり1年で一番昼の時間が長い、女神の力が強いということで、その日は特別なので、昔から祝われてきた季節のお祭りなので、皆さんも一緒に皆さんと一緒にリーザもお祝いしたいと思います。次回は6月21日ちょっと前後するかもしれないんですけど、生放送は6月21日って覚えておいてください。長くなってしまって申し訳ありません。ということで
今回の生放送はこれで終了させていただきます。あのコメントをすべて読み上げられなくて本当に申し訳ありません。後であの見返してコメントちゃんと見ます見るのでいっぱい残してってください。ありがとうございました。